最高でした、これは。すごい、いい思い出ですね、今。で、この時に、体は変えてないですけど、今日はこれでタクシー乗ったんですよ。ウッドさんの方が先ほど言うんですけど、その乗ってる最中に俺気が付いたわけ、財布がないんですよ。1万円買った。前の方へ進みください。
左の方を、トイレの看板。